バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界に一つだけの競馬です。唯一帯広競馬場で開催されている万栄競馬の楽しさをお伝えする番組です。そして馬券的中のお手伝いができたらと思っています。今週も元気にお送りしたいと思いますが、十勝の大地はですね、小麦の収穫が始まりまして、畑作農家の皆さんにとってはこれからが根津の収穫作業ということになるんですね。これから芋に豆にそしてビートにととっても忙しく、そして私たちにとっては感謝をする季節になってきました。これから十勝を訪れる皆さん、そんなところも見てもらいたいなと思います。さてレースの解説と予想は今週も十勝毎日新聞社営業局事業部の桜井陽介さんです。こんにちは。こんにちは。桜井さんは今日も元気そうですが、はい、いつも元気です、はい、ね、残念ながら今週のバンバ魂は本当に残念なお知らせからスタートしなければいけません。そうですね、はい、びっくりしました。重賞25勝という歴代最多の優勝記録を持っている俺の心が天に召されてしまいました。そうですね、はい、万栄競馬最高峰の万栄記念を3回も勝ってるんですよね。21日木曜日の十勝毎日新聞にも掲載されていまして、これはスポーツ記事ではなくて一般記事にドーンと出てましたね。はい、そうですね、うん、19日の見舞いにね、ちょっとお腹をこ痛くなって、まあ、陣痛を起こして、そこからヘルニアが判明したということだったんですけども、守護馬入りして、おととしですね、去年か、引退してから2シーズン種馬としては2シーズンしか過ごせなかったんですけども、結局産駒がね、1年目10頭前後で、この2年目も20頭ぐらいかなって話なんで、まあ、その子の中からね、その子たちの中からこの怪物をね、そうですね、遺伝子をね、つくむがね、出てくるといいんですけどもね。貴重な子供たちになっていくわけなんですが、今ちょっとねヘルニアって出ましたけれども、まあ、死因としてはヘルニアによる機能不全ということになるそうですよ。そうですね、はい、12歳という年でした。俺の心は2012年の5月にデビューして、13年の万栄ダービーで重賞初制覇をしました。そして17年、18年、20年の万栄記念を制して、それぞれの年に地方競馬全国機構会 NAR の、グランプリ万栄優秀馬にも輝いたんですよね。そうですね、そうです、2007年の単独開催に移行してからは、まあ、最強馬と言っていいんじゃないですか。そうですね、はい、まあ、バイエン記念3回4回勝った馬もいますし、3回勝った馬他にもいるんですけども、まあ、近代の場面バンバを支えてきた馬だと思いますね。通算成績で言いますと173戦52勝という成績になるわけで、この俺の心の本当にパートナーというふうに勝ち前では書いてありましたが、鈴木啓介騎手のコメントとして、重賞もいっぱい取らせてもらった、真面目で一生懸命な馬だったというふうに振り返ってるんですが、桜井さんは俺の心の思い出といえばどうですか。僕はね、やっぱり常に人気寄せってんで、馬券はあんまり買ってなかったんです、正直言うと。ただね、引退する前、引退した年、バンキン4着だった年の年明けの帯広記念、ちょっとね、やっぱり休み明けだったりとかして厳しいかなと思ったんだけど、やっぱり自力、高重量戦になってからの自力を発揮するレース、あそこにちょっと帯広記念にすごいこの馬の強さを見た気持ちがしましたね。そうですね、はい、俺の心にまずたくさんの思い出をありがとう、そしてよく頑張りましたねっていう気持ちと、安らかに眠ってくださいという気持ちです。まず今週は俺の心が残念ながら、死亡しましたというニュースからでした。お別れ会があるそうですね。後日28日の午前10時から万栄十勝牧場でお別れ会が行われる、一般の方も参列できるということです。そうですね、まあ、関係者もそうおっしゃってたんで、僕も出席する予定なんで。出席ですか。はい、どの立場、はいはい、ファンで、ファン代表としてもちろん、はい、行ってきてください。はい、はい、それではコマーシャルの後です。17日日曜日に行われました、熱き精鋭たちが夜空を駆け抜けた BG2 第53回旭川記念を振り返ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。一馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、競馬競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッズパーク。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。バンバン続いては7月17日日曜日に行われました第53回旭川記念を振り返りたいと思います。注目を集めましたのは、1番人気にメムロボブサップ、2番人気にアーモンド軍神、3番人気青のブラックということでしたが、桜井さん、これはレース前に6番の松風雲海が取り消し、出走取り消しましたね。そうですね、ね、期待してたんですけどもね、うん、はい、そうですね。桜井さんの予想はメムロボブサップでしたね。ちょっとね、一騎打ちじゃねえかなんて言ってたんですけどもね、うん、はい、それでなんか今週声に元気がないんですか、なんか張りがないですよ、うんうん、そうですか、メモロボブサップ頑張ったんじゃないですかね、はい、はい、はい、そういうことにしましょうか、はい、はい、では実況の前に、このレースが行われた時の天候は小雨、馬場水分は 3.6% で行われました。それではお聞きいただきます。第53回旭川記念です。帯広競馬場、今日のメインレースは第53回旭川記念バンエーグレード2、7頭飛び出しました。松風雲海は出走取り消しです。7頭ほぼ横並び、各馬上って全馬下りました。内から1番青のブラック、そして4番メムロボブサップが先行します。これにすっと3番のアーモンド軍神、1、2障害中間止まらずすぎています。前の3頭、その後5番のインビクタ、メムロボブサップ一旦刻んで、アーモンド軍神がわずかに先に障害手前、前半40秒で来ています。さあ3頭が集まって第2障害、1番青のブラック、そしてメムロボブサップ、アーモンド軍神、ほとんど同時挑戦が始まった。んっと、青のブラック坂の途中止まった、軍神も止まっている。上がってきたのは4番メムロボブサップ、先頭で2障害下りました。その後1番の青のブラック、そして5番のインビクタ、3番手で降りました。その後7番のミノルシャープ下ってきた、あとは8番メジロ剛力、他の2頭はまだ第2障害残っています。前は間もなく残り 20m、 4番のメムロボブサップ先頭です。3馬身4馬身のリード、2番手1番青のブラック、そして5番のインビクタ、残り 5、6m、 4番のメムロボブサップが行きます。メムロボブサップ、雨の帯広一人旅。第53回旭川記念、お聞きいただきましたように、人気に応えた圧勝、メムロボブサップの重賞制覇ということになりましたね。これで重賞11勝目ですか。そうですね、まあね、ちょっとね、第2障害の天板で一瞬ヒヤリとした場面あったんですけども、うん、もう見事に立て直して、そこから一人旅でしたね。まあちょっとね、かなり雨量があって軽い状況で、うん、他の馬にもチャンスはあったんですけども、うん、やっぱりこの馬はね、もうこういう軽い馬場も本当はもう得意だし、今もうちょっと手のつけられない状況になってきましたよね。手のつけられないんだ、うんうん、もうそれが強いと思いますよ、この馬は、はい、そっか、圧勝というのがまさにぴったりのレースでした ね、 そうですね。で、はい、トップハンデながら頑張った、青のブラックが2着と、うん、でボブサップと人気を分け合ったアーモンド軍師はやっぱり障害に引っかかっちゃいましたね。そうですね、はい、改めて第53回旭川記念の成績です。1着4番メムロボブサップ、勝ちタイムは1分36秒8、2着に1番青のブラック、3着5番インビクタという結果です。そして2番の大和太鼓、3番のアーモンド軍神は競争中止となりました、はい。メモロボブサップは今季初の重賞制覇、通算で重賞は11勝目、
今季の重賞は2位が2回という悔しい結果が続いていた中での勝利、嬉しい勝利となりました。坂本調教師、阿部武富騎手はともに旭川記念初制覇ということで、さらに嬉しさをかみしめていることと思いますね。はい、うん、はい、はい、でなんか終わっちゃったね。まあ、そういうことで馬券は残念だったのかな。そうですね、ちょっとね、うん、アーモンド軍神ね、一末の方あったんですよ。800キロを超えてくるとこのままよくね、障害止まるんだけど、まあ、軽い馬場でね、得意の軽い馬場で超えてくれるんじゃないかなって期待をしてたんですが、やっぱし気まぐれですね、あの馬はね。わかりやすいよね、桜井さん。買いづらいんですよ。だから買いづらいんだけど、やっぱね、こういう馬場だったら買わざるを得ない、うん。レースは分かりづらいけど桜井さん分かりやすいということで、マイナス3000円が重なってマイナス2万5000円の 35.8% の回収率ということになりました。調子悪いですね。ということで、ここで旭川記念に勝利しました目黒ボブスアップ騎乗の阿部武富騎手に20日水曜日にジャガーの DJ 小西シータちゃんがインタビューをしていますので、その様子をお聞きいただきたいと思います。小西シータのしたっけ帯広競馬場勝利ジョッキーにインタビューしました編です。さあ、それでは旭川記念のですね、メモロボブサップ勝利ということでインタビューさせていただきます。小西シータです、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、まあ、まずはメモロボブサップ旭川記念初 V ということで、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。はい、今期の重賞なんですけれども、やっぱりこう同世代でライバルのね、青のブラックにこう悔しい思いをさせられてたかなと思うんですけれども、まあ、今回はリベンジ成功みたいな感じでしょうか。そうですね、まあ、春先2回とも重賞レースでちょっと 雨で泣かされたんで、うん、まあ、今回もちょっと雨降ったんで、まあ、あとちょっと分が悪いかなと思ったんですけど、はい、うん、まあ、今回は雨が味方についてくれました。うんうんうん、やはりこの天候がね、不安な中だったんですけれども、こうメモロボブサップの何ですかね、らしさというか、パワーパワーパワーみたいな感じの、こう見ていて気持ちのいい走りを見せていただいたような感じがするんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、本当はねちょっとね、馬場重たいぐらいの方が、うん、まあ、障害力を生かして逃げれるっていうパターンのレース作れるんで、本当はね、まあ、雨降りより重い方がいいかなと思ってたんですけど、うん、まあ、今回はね、まあ、本当スピード競馬だって、青のブラックと軍師が、まあ、ノンストップで障害の下まで行ったんで、はい、まあ、それでも、まあ、無理して、まあ、1回だけ刻んで、うん、ちょっと展開的には辛いレースだったんですけど、まあ、よく障害をうまく超えてくれました。はい、先ほどのコメントにもありましたけれども、こう一度ね、息を整えたということなんですが、うん、まあ、第2障害のところでちょっとね、つまずきかけたというところもあったんですが、もうメモロボサップのこう力でどうにかこらえたっていう感じのところもありましたね。うん、まあ、ちょっと天板ちょっと切なかったんですけど、やっぱりね、いくら馬場軽くても荷物が800キロも積んでるんで、うん、まあ、800キロ800キロなんでどっかで、まあ、ね、負担かかってくるんで、はい、うん、まあ、その辺はまあ本当はね、もうちょっと刻みたいところだったんですけど、流れ展開的に1回しか刻めなかったんで、まあ、それでもよく障害克服してくれました。うん、もうね、第2障害降りてからのところがやっぱ先にね行っていた2頭が早かったので、それでもここでこらえて刻んでもう一度後ろからグッと刺したっていうのがすごくかっこいい勝利だったなと思います。うん、そうですね。はい、でこれでコバでの重賞は3勝目ということになるんですが、はい、通称で重賞がこう11個目のタイトルになったと思うんですね。うん、でも何ですかね、伝説の名馬みたいな感じになってきてると思うんですけれども、これからこうどれだけ強くなっていくんだろうかという展開のようなものはありますか。うん、まあね、それはちょっとやってみないところもあるんで、うん、まあ、体調を壊さず、まあ、健康で走ってくれたらなって感じなんですけど。そうですね、次の目標はこう万栄グランプリになるのかなと思っているんですけれども、うん、はい、お盆もこうこう、ね、視聴者としてはすごい楽しみというか、期待していいのかなというワクワク感にあふれているんですが、いかがでしょう。うん、そうですね、まあ、夏負けも、ね、あまりする馬じゃないんで、うん、まあ、去年、ね、グランプリ勝たせてもらったんで、まあ、できれば連覇したいなという気持ちはありますけど。はい、
あのやはりあの安倍ジョッキーとこうメムロボブサップにとってはこう昨シーズンの最後になんかあちょっと忘れ物してきたなというの気持ちがあるかなと思うんですが、うんはい、今期もあの3月の万英記念意識しながらこうこの後の一戦一戦戦っていく形になりますかね。そうですね、やっぱり最後ね、そのタイトルは、まあ、誰も欲しいところですから、うんまあ、去年2着だったんで、まあ、手の届くところにはあると思うんで、やっぱりそこは勝ちたいのはありますけど。はい、わかりました。じゃあ最後になりますが、このバンバ魂を聞いているリスナーの方に向けて一言メッセージをいただけますでしょうか。そうですね、まあ、これからメムロボブサップとともに、まあ、迫力あるレースを見せできればなと思いますので、応援よろしくお願いします。わかりました。それでは安倍ジョッキーがお時間作っていただきありがとうございました。ありがとうございます。小西シータのしたっけ帯広競馬場勝利ジョッキーにインタビューしました編でした。ということで第53回旭川記念は一番人気メムロボブサップの圧勝ということになりました。ではコマーシャルの後は24日日曜日のメインレース十勝景観賞の予想と展望に参ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。1馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、競馬競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッズパーク、農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ？帯広競馬場十勝村。バンバ魂。さて続いては24日日曜日のメインレースです。十勝景観賞の予想と展望に参ります。桜井さん、その景観賞はどんなレースですか？そうですね、オープンから A2 までね、あの3クラスの混合戦、ちょっと非常に悩ましい視点ですね。上下50キロのハンデ差があって、それで今さっき出てきましたメムロボスサップがトップハンデで出てくると、はい、今週先週に続いて、うん、悩ましいです。悩ましいんだ、はい、うん、とりあえずまず出走メンバー紹介してまいります。24日日曜日のメインレース第3回十勝景観賞です。1番正宝鈴木圭介、2番メムロボブサップ阿部武富、3番岩木ダイヤ島津新太、4番アーティーウィング西翔太、5番ゴールデン風神藤野俊一、6番インビクタ船山クランド、7番カイセドクター藤本拓海、8枠8番新鋭ボブ菊池和樹、8枠9番甲州ハレガシー松田道明。十勝景観賞は以上の9頭が出走となります。どの辺が悩ましいんですか？そうですね、あの通常僕は、ね、こういう時ね、メムロボブサップね、うん、次にも目標があるし、先週も走ったし、うん、果たして万全な状態に出てくるのかなってまずそこを考えますよね。そうですか、絶対先週にね一回もうピークまで持ってってるんで、うん、今週はやっぱり軽めに追ってくると思うんですよ、うん、そうなってくるとベストなパフォーマンスを出せるのかなと。ただこのメンバー見渡すと、うん、まあ、これ勝ってもらわなきゃ困るメンバーですよね。はい、というところで桜井さんの予想に行く前にですね、はい、23日土曜日十勝毎日新聞掲載ネットバンバ金太郎の予想を見てみますと、やっぱり板垣編集長は2番のメムロボブサップに20丸をつけています。7番の海星ドクターに丸、そして上から5番のゴールデン風神、6番インビクタ、9番の甲州ハレガシーというこの辺りに印をつけていますよ、はい、どうですか？僕の予想言っていいんですか？いきますか、はいはい。まあ、これも、ね、悩んで、トップハンデに、ね、僕20丸つけるのはあんまり主義じゃないんだけど、モブラップはちょっと逆らえません。本命にしました。
誰に逆らうとか、はい、いやいやあとねやっぱボブサップ、まあ、この夏さっきね安倍ジョッキーのコメントにもあったように夏バテもしないし、うん、先週ねピークに持ってきて1週間でね体調がそこまで変化するとは思えないんですよ、うん、でこれでこのメンバーで700、うん、トップハンデとはいえ700もう何引き慣れてる705キロ、うん、だったらちょっともう 2,3 着もう馬券圏内を外れることはないかなと思って本命にしました、うん、で相手これもう二等軸3連服の二等軸にしようと思ってるんですけど3連服、うんうん、でねこの9番のね甲州晴れ菓子、うん、やっぱり今週も週末ちょっと天気悪いんで馬場が軽くなりそうで軽くなる馬場この馬得意なのとここのとこ赤配続きで、そろそろね順番来るんじゃないかなということで、2、9の二等軸で相手は3番の岩木ダイヤ、これも調子いいんですよ島津くんが乗ってで、先行力からインビクタで最後に、これもカルババ得意なお姉さんの方のシネボブですね、うん、はい、2、3、9、2、6、9、2、8、9の3点で勝します、うん、爽やかに言い切りましたね。毎回ここまで爽やかなんですよ、ねえ、はい、あのディレクターがですね天気にもあのとてもね、うん、あの注目をしていまして、この番組収録するのは金曜日の午後なんですけれども、今の時点での天候は晴れのち曇り、最高気温29度というこんな感じなんですよ、うん、まあ、でも土曜日に結構降るそうだし、うん、週中もちょっと降ったりしたんで、うん、まあ、パン重くなることはないでしょうね。そうですか、うん、間違いなく軽いでしょうね。ちょっと桜井さん1頭選んでます。いわきダイヤが、はい、うん、いわきダイヤアーティーウィングもですけども、うーんとアーティーウィングが一番軽いんですね。665キロという最軽量ハンデ、うん、ということになってるんです。まあ、この辺はね、うん、アーティーウィングが牝馬だからということですし、うん、まあ、いわきダイヤとかね、このマサだからこれ4歳馬だから軽いんですよね、うん、4歳馬っていうのはまだ小馬本格参戦してない交流組ですんで、はいはい、やはりちょっとね部が悪いと思うんですこの辺の相手だと。マサタカラの670キロもいやいいですよ、うん、確かにね、うん、僕が 前走の、ね、走り見てね狙ってみたいなと思ったんですけども、うん、でも前々走オーシャンウィナーに食いついたレースだったんですよね。白輪賞か、だけどやっぱね小馬ここの壁あるんですよ限定世代と小馬との、うん、ただ岩木ダイヤはね今シーズン本当調子いい、だから僕は、うん、むしろ4歳で狙うなら焼きだよと思って 3は入れました。バテなんかね言葉ははっきり爽やかなんですけど、うん、最近ちょっと去年と比べると桜井さん、うん、ブレてません？買い方にブレはない？いやそんなことないですよ、はい、そうですか。ちゃんと、うんうん、狙いどころはちゃんとしっかりブレてないですよ。本当なんか去年と買い方が変わってきたかなっていう気もないんですけど、いやでも今日ね、メムロボブサップバリバリの剣を買うよりがちょっと負ける可能性もあると思ってるんですよ今回は、うん、いや頭鉄板ではないと思ってるんですよ。まあレースに絶対はないですからね、はい、いややっぱりこういうハンデがハンデ差あるレースだと他の馬がね、うん、予想以上に走っちゃうケースがあるんで、うん、ボブサップがベストのパフォーマンスを発揮しても他もベスト発揮されちゃうとやられちゃう時がありますよね。でも1着と2着は定着の、いや3着までね、3着にこの2と9が入るっていうこと、2頭が入ると、あ3連服だからね、はい、馬券にしました、うん、はい、ちょっと弱気、弱気だけど弱気だけど弱気だ弱気のいや、メグロボブサップ側から見たら弱気だけど、うん、もうちょっと穴も拾いたいなっていう買い方です。弱気は似合わないですよ桜井さんに、はい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 、いっぱい言われちゃったということで、高知景観賞は24日日曜日のメインレース第11レースです。発送は午後8時15分の予定です。皆さんぜひ参考にしてください。さあバンバ魂は今週もそろそろお別れの時間です。桜井さん、なんと今週もメッセージいただきました。嬉しいですね、ありがたいです ね、はい、他の番組にどんどんとメールが来るのが当たり前のようになっていて、うん、この番組一通来るとめちゃめちゃ嬉しい、まあ、まあそれが貴重なんですよ、ね、貴重な高級質だ、はい、奇跡のようなはい、はい、ザ・マウンテンさんからいただきました。またまたですか、大阪からね、はい、きっとね本当に来ないなと思って書いてくださるのよ、うん、発表率が高いですから ね、うん、大阪からありがとうございます。杉山さん、桜井さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。予想をいつも参考にさせてもらっています。いいのかな、ありがとうございます。8月の末に休みが取れたため北海道に行こうと思っており、その際に帯広競馬場にも行ってみたいなと思っているのですが、おすすめのスポットやお料理はありますか。
まだまだ暑いので大変かと思いますが、お体に気をつけて頑張ってくださいということです。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪の方が暑いのにね。ありがとうございます。ぜひ早く北海道来てください。涼しいですよ。さあ、そんな時にどこおすすめですか？僕はね、もう必ずあの友達が来たら連れて行くのはタウシュベツ橋梁、川橋梁ね。あのぬかびらの奥のね、北海道遺産だしね。あの何年か前に万円のねがテーマになった雪に願うことって映画あったんですよ。もうそこでも紹介された、あのね、あの廃線跡のね橋はね絶景なんで、ぜひ行ってください。近くまで行けますんで。あの近く行って温泉入ってこないんですか？僕は入らない。暑いから。暑い時行かない。温泉はもうこっちだ。あ、そうなんですか。うん、あの辺行くと、あのもちろんぬかびら温泉もあるんだけれども、うんうん、途中で三つ俣というところがあって、あ、そうですね、幌加温泉があるんです。あ、ありますね。幌加温泉はね、はい、今は本当に貴重な、うん、あの混浴で、しかもずっと進んでいくと、今もあるかな、混浴はなんかね千人になった気持ちっていうの。千人。あ、そうなんですか。岩の上の方でね、いい温泉があります。はい、もうね、十勝を語ると語りきれないんですけども、必ずどこに行ってもついてくるのが温泉とソフトクリーム、はい、なので、帯広競馬場にももちろんソフトクリームも、そして豚丼もあると、はい、でね、ディレクターに聞いたんですよ、ね、何がいいと思います食べ物を、やっぱり中華ちらしじゃないだろうか。はい、僕も来てから1回食べましたけどもね、はい、ね、中華ちらしは本当にね、十勝のねソウルフード、うん、豚丼とかインディアンカレーもあるんだけども、うん、中華ちらしっていうのはよくね、お店に入るとチャーハン、ラーメン、餃子とかいいでしょ。でも帯広はチャーハン、ラーメン、中華ちらしなんですよ。僕もね、うん、チャーハンのつもりで食べたんだけど全然違う味ですね。全然違うの。もともとは、古いお店で金時さんという中華屋さん、うん、金時さんだったかな、うん、その中華屋さんのまかないさんで、うん、ある野菜を炒めて、うん、豚肉とか卵とかいて、うん、砂糖と醤油で味付けた、とかってやっぱり甘じょっぱい味が好きだから、うん、それをご飯に乗せたというね。でこの十勝毎日新聞のすぐ近くに味福という老舗があるんですけど、そこの中華ちらしが一番おいしいななんて、ディレクターがポトッと言ってましたね。はい、今度行ってみます、うん、はい、食べ物を語ればキリがない。8月の末までには何かもっと情報を膨らませたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ザ・マウンテンさんでした。バンバ魂ではジャガーリスナーの皆さんからのメッセージ募集しています。番組への質問、意見、桜井さんへのメッセージなどなど何でも結構です。いただいたメールは紹介し全員にプレゼントいたします。メッセージの宛先はバンバアットマークジャガドット FM、 BANBA アットマーク JAGA ドット FM です。よろしくお願いします。さて桜井さん、はい、今度の予想ですけども、来週は重賞レースの第47回万栄大賞典がありますね。3歳の1回目の注目のレースですね、うん、なんか言いたいことがあるんでしょ。ね、うん、出走段階見てね、重賞3勝の、うん、2歳チャンプ、はい、キングフェスタの名前がないのが非常に残念なんですけども、うん、まあ、ヘッチャラ、クリスタルコールド、山勝エースといったね、まあ、その敗れてきたメンバーがね、チャンスあるレースなんでね、これはもう見逃せないレースですね。でそのね、キングフェスタなんで出ないのかってね、なんかいろいろ多分心配してる不安の方多いと思うんですけども、今年はね、まあ、あくまでもダービー目標らしいです、年末の。でこの段階だとハンデもかなり厳しいんで、まあ、今夏はしっかり休ませてる、まあ、ちょっと馬格がない馬なんでね、今古町の餌しで青草をいっぱい食べて影響を養ってるそうなんで、心配しないでくださいね、不安の皆さん、はい。なんかキングフェスタのこと気になるの？いや、もうそれ調べ、もう今週取材しました。そういうことです。気になってしょうがなかったんで、なんで出ないのかなと思って。気になったことはとことん行くよね。はい、取材します僕は、はい、ね、はい、夏競馬楽しめそうですか？そうですね、僕この3歳の限定戦大好きなんで、この、うん、このメンバーね、もう見慣れてますんで、来週当てますよ。今週待ってるけどね、うん、なんか力入ってるのがどこかよくわかんないんだけど、はい。ということで、今週の予想と解説は十勝毎日新聞社営業局事業部の桜井陽介さんでした。ありがとうございました。ではまた来週です。杉山悦子でした。ジャガバンバ魂、この番組はバンエイトカチの提供でお送りしました。